どうも皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。8ビートなどで足の連続の3発がうまくいきません。早い8ビートに足が3連打叩くやつ、トトタトトトタト、まあ、曲で言うとラルクアンシェルのステイアウェイとか、ワンオクロックの自分ロックっていう曲とか、あとスーパーフライのオールライトっていう曲やったかな。なんか結構、バスドラムが3発連続で踏むような状況っていうのが結構いっぱいあって、でそれでそれがうまいこといかんって言ってこうね、生徒さんが相談に来てくれるっていうことも結構あったりとかするんで、それに、ね、今回はお答えさせていただきたいと思います。まず、チェックポイント、まあ、位置としては、3発連続でバスドラムを弾ませれるかどうかを確認してみてください。ドドドンドドドンですよね。こうで、まずこれがうまいこといかないっていう人はジグリングっていうんですけど、貧乏ゆすりみたいな動作、これでそのバスドラムを連続で弾ませれるかどうかを確認してみてください。貧乏ゆすりって連続で下にドドドって踏んでるんじゃなくて、なんか上に跳ねてる感じですか。なんか上に足首を上げてるというか、クン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 みたいな。でこれを上に連続して上げてるようなイメージで、こう踏むんじゃなくて上の感じで、慣れたらこれを3発で止める感じかな。この3発が踏めるようになったら、スタートする位置を変えます。これはドドドンドドドン、カツドンカツドンだけど、コロッケコロッケ、ドドンドドドンド、コロッケコロッケの2のところにスネアを入れます。スネアが入った時には足がね、こう上がってるっていう感覚を掴んでみてください。このコロツコロツコロツで、これここまでいけたらもうスピード自体はいけるんで、でもうこれでもうまいこといかへんっていう場合はもう十中八九右手のアップダウンと足がつられてます。なんで、右手のアップダウンと足3連打叩いてみてください。カツ丼カツ丼、でこれでとりあえずいけたら次はコロッケコロッケ、ドドンドドドンド、でこれもツツコロッで足を上げる感じ、こうドドドドドドドスネアを最後に加えて完成ですかね。そう、足がしっかりと弾ませれて、で3発連続で踏めて、でスネアと合わせれて、まあ、こうスピードがつけれるっていうことは、それでもいけないっていうことはもう必ず右手と足がつられてるんで、パターン分解してね、右手のアップダウンと足のコロッケをこれを合わせて練習してみてください。はい、そんな感じで本日ありがとうございました。さよなら。